皆さんこんにちは。今日もセクシーに瀬戸セイラです。はい、というわけでですね、本日は私の1週間の食事、夕飯ですねをご紹介していきたいと思います。それではスタート。いや、というのもですね、私ね、食事に結構こだわりを持っている女なんでございますよ。少し前の動画で漢方とか薬膳の資格取ったぞっていうご報告をさせていただいてると思うんですけれども、結構ね、私食に対してこだわりが強くって、どういうところにこだわりを持っているかっていうと、健康、美容、この2つでございます。ガッチガチのね、健康オタクってわけではないんだけれども、美容に結構執着しているんですよね。外見って視覚で捉えられる臓器だみたいなことをよく言うんですけれど、健康と美容って切っても切れない関係だと思うので、なんかそういうところですごい気を使っていて、だいたい今身長171センチで53キロから55キロぐらいの体重をキープしてるんですけれども、というわけで、なんか私が普段どんなご飯を食べてるのかっていうのを1週間今日はご紹介していきたいと思います。こだわりポイントを先に語らせてほしい。まず1週間のうち週4回以上は魚。こだわりポイントその2、だいたいこう工場とかで味付けされたものは使いません。例えばどういうものかって、ドレッシングとかマヨネーズとか入れるだけで味が整うよみたいなものは基本的には使いません。こだわりポイント3つ目、野菜をたくさん摂りたい。発酵食品とかはね、結構積極的に、毎日とはね正直言えないかもしれない、でも割といい頻度で週6とか週5とかでは発酵食品は摂るようにはしています。こだわりポイント、お米、作れるものは自分で作る。というわけでご紹介していきます。1週間分こんな感じ。具だくさんの味噌汁を作ろうと思って、本当は豚汁作ろうと思ったんですけど、豚肉がないので、まあでも豚肉は飽和脂肪酸がたっぷりなので豚肉いいや。お汁物にこんにゃく入れるときは味がよく染み込むように表面積を大きくしたいので、スプーンでほじくったりします。こだわりポイント。夕飯がこちら、明太子おむすび、しそ入れました。これね、お土産にねもらったんだよね。どこだっけ、なんか九州博多か。そしてお味の干物、レモンちょっと絞って食べかな。お野菜もちゃんと、根菜の具材たっぷりお味噌汁になりました。お味噌はねこだわりです。宮古味噌です。普通の味噌とどう違うかっていうと、無添加、泡盛で作ってる。なんか香りがとにかくすっごい良くて、宮古島で作られてるお味噌です。上にみょうがを入れてみました。オクラの煮浸し、ぬか味噌、自家製でやっています。卵焼き、ザ和食です。今日はこんな感じで食べていきたいと思います。本日餃子です。なんだかんだで自分が作る餃子がね一番好きな説がある。チーズ、モッツァレラとシソとササミ、サラダ、野菜不足になりがち。あとこれ昨日の残り、酢コショウで食べるのが最近ハマってます。今日こんな感じです。本日のご飯、1週間のうち魚の方が割合を多くなるようにしています。味噌汁、今日は白味噌、鶏肉と舞茸で出汁を取ってキャベツを入れました。サラダ、昆布が食べたくておぼろ昆布入れました。で、しめ鯖、私のさばき方が汚かったんですけど、サバをねさばいてしめ鯖にするところからやりました。あとカツオ、ゴーヤチャンプル、離島が大好きなんですけど、伊良部島っていう島があって、そこにある名物なまり節を使ったゴーヤチャンプルでございます。裏の煮浸し、これね、ぬか味噌、茄子と人参、今日は食感を楽しむために乱切りにしてみました。で、豆腐、本日も健康ご飯食べたいと思います。いただきます。本日のご飯、ラム肉と豚トロ、お野菜、これがね世に言うジンギスカンってやつなんですけど、ホットプレートにフライパンがあります。なんか小さい頃からうちは焼肉をこういうなんかホットプレートとか、こういうなんか IH みたいなのでやるっていう、なんかそれが家庭の味ですね。これはね、昨日残ったカツオをマリネにしました。敬老の日で、うちの父のリクエストです。本日のご飯、ししゃも、業務スーパーです。卵黄の黄身漬けのおにぎり食べたいなと思って、これは16穀米かな、トマトのスープです。トマトとキャベツと玉ねぎ入ってるかな、キャベツ、ささみ、トマト、ぬか味噌、里芋の煮つけ、ゴーヤチャンプル。朝昼と野菜全然食べてないんで、夜で野菜をたくさん食べたいと思います。はい、というわけで本日はこちらです。北海道の知床の漁師さんから買い上げさせていただきました。え、何が入ってるかな。ちなみに送料合わせて3000円ちょっとくらいかな。味今実家なんですけど、実家に帰ってきてからの楽しみです。一人暮らしの時はさすがに一人でこれ食べきれないから、父というね素晴らしき食べてくれる人がねいるだけでね、こういうことができるっていうのがもう嬉しくて楽しくてしょうがないです。
つまーい。これがホッケだね。あ、今夜はホッケだわ。これも決まり、今夜ホッケだわ。これはタラだね。なんだろう。あ、なんか臓器出てますね。なんだろうこいつ。こいつなんだ。こいつもタラっぽいかな。こいつ誰？カレーが1枚、2枚で大きいカレーが入ってます。連日食べていきたいと思います。あら汁を作ってます。お前のカレーですね。ホッケーの塩焼きとホッケフライ。でも盛り盛りになっちゃった。盛り付けが汚いね。そしてあら汁ですね。煮物にぬか味噌。きゅうりはぬか味噌じゃない。きゅうりは梅干しで和えました。これで、ね、臓器。カレーの肝臓か。夜ご飯、秋分の日、おはぎは手作りではありません。これがあら汁取ったやつに根菜を足しました。カレーの煮付け、もうすごいプリプリなカレーでめっちゃ楽しみ。サラダ、ゴーヤ、チーズ、トマト、水菜です。今日はぬか味噌、卵焼き、ピーマンの丸焼き、ナイアガラとおはぎ。今日はこんな感じでいただきたいと思います。こいつね、タラじゃなくてコマイだって漁師さんに聞きました。お米でございます。塩焼きです。小松菜の味噌汁、キャベツのサラダ、お土産でもらった宮崎の炭火焼き地鶏、卵焼き、ぬか味噌、これこんにゃくの刺身。そして昨日なんかお店で買ってきちゃったのがちょっと、あ、私怠惰だったなーってちょっとなんか悔しくなってしまって、おはぎを作りました。あんこも自家製です。今日のご飯はこんな感じです。はい、というわけで1週間超えちゃったという感じでした。お魚も私極力切り身がなくて姿で買いたい人も振り寄せたり姿で買ったりすることが多いですね。こんな感じでございます。今日は私の1週間のお料理ご紹介でした。それじゃあまた会いましょう。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。瀬戸せいらでした。バイバーイ。